白状ラボ。じゃあ選評を言いましょう、うん、井上久志さん、うん、新宿八犬伝のセリフは堂々としてうまい、平明であって深い、滑稽でありながら紳士である、これなら後楽園球場ででも通用するだろう、ね、でかいぞとスケールが、加えて主題も思い切り大きい、物語は歴史の手下か、それとも物語は歴史を超えられるのか、こんな途方もない主題を日本文学史上最大にしてガチガチの物語作家バキンを引き合いに出して展開するところが大気であり、その目配りの良さには感動さえ覚えたというですね。あ、もうこれ以上ない絶賛ベタ褒めですね。大気とおっしゃってますからね、すごいね、もうけなすところがないっていう感じですね、後、うん、楽園球場でやってもいいよそんだけのスケール持ってると、ね、っていう感じ、まあ大絶賛ですね、文句なし、うん、お待たせしました、唐十郎先生の選評。さて、河村たけしの新宿八犬伝ですが、ジェノサイド、日本ウォーズに比べて直裁な腕力が現職のボロをまといつけてさらに小躍りしていると見ました大木さんが笑いこられる必死ですけどね直裁な腕力が現職のボロをまといつけてさらに小躍りしておるそうでございますよ、はいはい、全近代の古典をねじ伏せるために河村の顔に腰巻きが引っかかったのでしょうかって何を言ってるんでしょうね、本当に何を言ってる、本当に何を言ってる、腰巻きが引っかかったのでしょうか、誰に聞いてんだよ色なくしてもわい雑な河村の空間にどろりとした色が応援に駆けつけた具合です具合ですどろりとした色がね、うん、応援に駆けつけたそう、八代誠一氏はこの作家はバーバリズム一本やりで、バーバリズムを取ったらかっこいつか取ることも必中、意外に普通の人になってしまうと説かれたが、河村には普通という位置が分からず、これが普通の模写であるゆえに普通に立ち至らず、成功か失敗か元気か不元気かしかないように思えます。普通になったよと言われて気が狂いかける河村も見たいもんです何いい話風にまとめてんだっていうねでももう呆れてね、一語一句何言ってるか分かりませんが、あの大喜びしてるということだけは分かりますね、まあ、直裁な腕力がね、現職のボロをまといつけてさらに小躍りしているそうですよ。そうですね、ちょっとあまりに分かんないですね。前近代の古典をねじ伏せるために河村の顔に腰巻きが引っかかったのでしょうか何を言ってるんですか。まあ、なんすかね、こうわい雑なのがいいと言ってるのかもしれないですね。あ、色なくしてもわい雑な河村の空間にどろりとした色が応援にかけつけた応援に、まあ、応援にかけつけた、河村先生ちょっと詩人を力を発揮しすぎてですね、ちょっと凡人には凡人には理解できない選評にたどり着いちゃってらっしゃるんですけど、かなり頑張って解釈するとですね、歌舞伎町というテーマが良かったと言ってるのではないかなと思いますね。あ、だから河村さんはその近未来的な日本ウォーズのようなアンドロイドが出てくる芝居であっても原色的で十分にわい雑な魅力は出せる人なのに、もう歌舞伎町という言ってみればそのわい雑さを絵に描いたようなテーマを与えられたら、もうそりゃあ小躍りもしますよというようなことを言いたいんじゃないかなと思いますね。だからジェノサイドの日本ウォーズに比べてと書いてあるので、だそういうわい雑な主題じゃなくてもわい雑に作れてしまう川村さんがことさらわい雑である歌舞伎町という主題を得れば、それはもうね、我が意を得たりとなるでしょうと言いたいのじゃないかなと、うんうん、そんな感じで河村の顔に腰巻きが引っかかったのではないかと言いたいのではないでしょうかということでね。だけど、まあ、この八代誠一さんがね、これは前年の日本ウォーズの時に指摘されたんですけれども、うんうん、まあ、この人は要するにバーバリズム、野蛮さこそが魅力なんだが、その若者特有の荒っぽさとかわい雑さが抜けた時、意外と普通の作家になっちゃうのではないかという危惧が、うん、あるというふうに八代さんは言ったというんだけれども、唐十郎さんからしてもこのいつか取ることも必中とあるように、それはもうね、バーバリズムというものはそのうちなくなっていくだろうと。だけどなくなったとしても、この人は普通というところがわからない人だと、うん、ね、だから普通だというふうに振る舞ってたとしても、それは普通なのではなく普通を模してるだけで、こいつには普通か普通じゃないかなんていう示唆がそもそもなく、うまくいったとかうまくいかないとか、元気だったとか元気がなかったとか、そういう観点しかないのだから、だからお前って今普通になったよねと言われて気が狂う川村を見たいね、もう完全に楽しんでますね。そうだね、はい、というわけで唐十郎さんはもう川村さんのね、大絶賛でしょう、うん、これもありがとうございます、唐先生、素晴らしい伝説に残る設定をありがとうございます、大好き、はい、佐藤誠さん、根本的な疑問がある。エスケープは他者と共有できるものなのか。あらかじめドタドタという自己批評に彩られた逃亡の身振りは豊かすぎる現実の一つの反映に過ぎないのではないか。河村たけし新宿八犬伝に希望を託すのは、逃亡の過程で彼が意識している
歴史というもう一つのフィクションへのこだわりだと書いてありますね、うん、つまり松尾杉さんの時に言ったように制度というものから逃げたいと言ってるのは結局その制度というものの恩恵があるからじゃないのと言ってるわけね、うんうんうん、豊かすぎる現実を享受してるからこそその豊かさから逃げたいと言ってるのであって、うん、豊かじゃない人たちは豊かさを求めるんだから、うん、そもそもこういう豊かさから逃げたい金持ちの家から抜け出したいというのは金持ちの息子が言うことなんじゃねえの、今ある充足した世界からもっとあの混乱した世界に逃げ出したいというのはそういう安定した世界にいるものの傲慢さなんじゃないかと、うん、普遍的じゃないんじゃないこんなものはと言ってる、うん、ただこの新宿発見伝に唯一期待できるのはその時にもう一つ視座を持ってるってことね、歴史というものに目を向けてると、でしかも歴史もフィクションであると、うん、今ある状況から抜け出してもでも歴史からは抜け出せないという視点を持っていると、そこは希望だねと言っておるわけですね、うん、ちょっと厳しい辛めという感じでしょうか、うんうん、辛めだけど結構いい、うん、まあそこに期待したいという感じですね、うんうん、はい次清水邦夫さん、昨年の先行の席上でも話題になった人だが、離陸の鮮やかさ、浮力のダイナミックさは確実に今年の方がいいように思える、うん、正直に告白すれば最近の候補作品には無意味に長いものが少なくないように思えるが、この作品などは読んだ後やはりこれだけの長さが必要だったのだなと納得させられる、うん、それに作品に立ち込める悪の匂いも濃厚で、これなら長距離飛行も可能である、欠点を挙げるならばと言いたいが、今はことさら欠点はない。なんだと、うん、まあだから去年と比べても今年の方がいいんじゃないって言ってるわけですね、うんうん、軽やかだよとこっちの方が、うんうん、でだからテーマを多分自分のものにできてるっていう感じなんでしょうね、うんうん、でやっぱ長さがいいと言ってますね、長いことに意味がない作品は、はいはい、こんなに長いの嫌だよって思うけど、うんうん、ちゃんと重厚にこってり書き込まれてて、うん、全部面白いと納得させられると、うん、で今はことさら欠点はないと、ね、こんなに絶賛されてるの今までなかったんじゃないか、はい、次は田中千佳夫先生です、うん、ちょっとおじいちゃんだということを考慮して聞いてください、はい、新宿という有名な盛り場は解放を求める若者たちのメッカであるらしい、私など年寄りのそこに寄せる好奇心を十分に満足させてくれるのがこの華やかな絵巻物である、公職的な特徴も排泄作用として当然であろうと書いてありますねおじいちゃんにも物が若い人たちが大好きな新宿という盛り場があるそうですなと、あその魅力がね私のようなものにも伝わりましたよという楽しそうだよね新宿って、あこういう街なんだ、新宿いいじゃん楽しそう、若者の盛りは私にも分かりましたっていうおじいちゃんありがとうございます、別役ミドル先生、いやこの時は選考員多いですね、しかしね劇作家が不調だと集めてきた材料の意味とそれらをつなぎ合わせる論理ばかりが見えてしまう、劇作家が好調だと材料は全て手触りで感じ取られ、それを取り扱う手つきと身振りと息遣いのリズムだけが我々に心地よく見えてくる、この作品がその良い例であろう、この作者は今絶好調なのであるって書いてありますね、まあ、お褒めいただきました、はい、あの同じ材料を集めてきて同じテーマで書いたとしても作者が好調か不調かで違うんだよと、うん、全く同じ材料で同じテーマで同じように書いてもいい時はいいし、うん、ダメな時はダメで、だからいい時というのは、うん、そういうテーマとかがそういう内容とかじゃなくてなんか手触りとか感覚とかでビンビン伝わってくるから、うん、もう評論とかしなくてもこれはいいものだということが直感的に分かるっていう感じなんですね、うん、だけど作者が不調だとなんかそのテーマだとか材料だとかそういうものばっかりが見えてきちゃって、この話はこういうお話ですとか、うん、こういう構造ですとかいう非常に批評家的な視線でしか物語が入ってこなくて、それがいい話か悪い話かみたいなことがよく分からんということになっちゃうってことだね、うんうん、だから今はこの人は絶好調ですねと、楽しく読みましたっていう感じでしょ、うん、だからもう評論するまでもないという感じなんじゃないですか、うん、すごいね、もう読めば一読面白いことはもう誰の目にも明らか、言ってしまえばこいつ今何書いても面白いよと言ってるんです、うん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 、だからもうテーマを選ばない、うん、今川村武史は絶好調なので、うん、どんな作品も全部面白いに決まってます、うんという別役先生も大絶賛、すごいね、すごいですね、全然貶められませんね、うん、八木修一郎さん、うん、川村武は私としてはすでに日本ウォーズを去年の受賞作として推したが、新宿発見伝で力量は一層鮮明になったと思う、犬の誕生は八つ房の恨みと愛が乗り移ったように一気に書き切っている、川村にはこの世代の作家には珍しく斜めに構えたところがない、現実の歌舞伎町のわい雑さを観念的にいじくることなく、あくまで正面向きだから仁義礼などの8行を勇義正などに変えても正義のイメージは不思議に残る
と書いてありますね、うん、まあ、これも大絶賛ですね、うん、もう日本もですね去年で今作に押したんだから、うん、いいじゃないっていう感じですか。だけど、うん、さらに今年の方がもっといい、うん、あの斜めに構えたところがないって書いてありますね。それはまあそうかもしれないです、うん、あのこの当時は特にあのやっぱりさっき言ったその構造主義だの、うん、ニューアカデミズムだのちょっとそういう知の体系みたいなものを遊戯的にもてあそぶような気質が強くて、うん、あえてバカを演じるとか、はいはい、わざと権威をおちょくってみるとか、うん、ちょっとそういう斜に構えたというか、はいはい、スノッブなんですね。ニヒルなところがある、うん、だから河村さんは意外とそういうところがなくて、もう新宿だワイザツだ混乱だわーみたいな、なんか気持ちがいいですわみたいな、わかるわかる、変になんか孤立をこねないで、うんうん、新宿という街はつまり概念的にこういう街とか言わないと、でそこでもう騒ぎ起こすんだわーみたいな、うん、素直でよろしいっていう感じ。次、八代誠一さん、はつらつ、躍動、バーバリズムの若者特有のエネルギーで満ち溢れている、一気に得了した、昔読んだ波乱万丈の少年講談の楽しさがあった、作者はアンファンテリブル、恐るべき子供であると、うん、面白い、まるで子供の気持ちで、ね、子供の頃読んだ冒険物語みたいな感じで、うん、もう一気に読んじゃった、うんうん、見て面白いことは明らかだから、あの批評の言葉を奪ってしまってる感じがありますね、うんうん、今更これをここが良くてあそこが良くてとかいうこと自体がバカバカしいっていう感じがこう選考委員から漂っておると。最後、山崎正和さん、うん、大変厳しい方ですね。山崎先生どうでしょう、どうでしょう、主題を筋として展開していく腕力に優れ、自作に没頭する集中力に秀でた点を認め、河村武氏の新宿発見伝を受賞するという委員会の多数意見に私としても反対しないという態度を取ったこの人は回りくどいっすねなんだろうな、私が絶賛したわけではないですが、他の皆様方がとっても褒められるので、まあ私としても別に反対するということはないですよというね、多数意見に私としても反対しないという態度を取ったらしいですね、うん、ということで、まあ大絶賛ですかね。すごいね。唯一佐藤誠さんがちょっとね、うん、疑問を呈されてますけど、はいはい、うん、まあそれも多分ね、これだけ大絶賛の票があった中でのことだとおそらく思うので、うん、まあ一個ぐらいはちょっと、ね、いや根本的な疑問を呈させてよと、うんうん、制度から逃げるんだ、豊かな時代からに背を向けるんだっていうのは、うん、豊かな時代を享受してるから言えるんであって、うん、それはだから時代によって変わるもんでしょうと。まあ、でも歴史というところにも視点がいってるし、期待したいという普遍的な問題にもちゃんと示唆は言っているので、うんうん、まあ期待はしたいですねという感じで、うんうん、大絶賛、この年は独占と、いやー話題独占これはすごいな、もうという感じだったんじゃないですかね、本当に、でまあね、この時ね、さっき言った第三舞台の鴻上尚史さんもね、本当はノミネートされてたんですけど、鴻上尚史さんのことが大嫌いな選考委員の方が一人いらっしゃられましてですね、まあそれは候補作としてダメだと、うんね、なぜ再演だからという理由でね、朝日のような夕日を連れて85は再演だから論外ということにされてですね、まあ、その後鴻上さん長く苦しい岸田玉賞のね、受賞からはぐれる旅をしていくわけなんですけど、まあ、さっき言ったようにね、鴻上さんはとにかくその演劇界からは嫌われた、まあ、河村さんは可愛い孫だと言って愛され続け寵愛されまくったという背景があって、まあ皇太子の2人と言えますよね、はいはい、河村さんはその演劇界での名声は早いうちに欲しいものにしたし、アングラ御三家とも早々に仕事をして、はいはい、もう河村武氏、演劇界に河村武氏ありというふうにしたけれども、うん、まあ、その後劇団という作法と作家としての整理が、うん、まあ、噛み合わなくなっていって、うん、中心からはちょっと退いていったと。で鴻上さんは言ってみればその演劇界というものには愛想を尽かしてミーハーな観客を言ってみれば相手にして、うん、まあ、どん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 拡大路線を取っていって、なお最終的には5万人とか動員して、うん、押しもされもせぬ超人気劇団になったんだけど、鴻上さんは鴻上さんで心を病んでしまって、あのその教祖みたいになっちゃったんですよね、はいはい、要は、まあ、鴻上さん実際教祖だったんですよ。90年代ぐらいにはその若者たちのカリスマ的人気があったんですね、鴻上尚史さんで。でもなんかそのことがどうも鴻上さんの心を病ませてしまったらしく、鴻上、はいはい、さん自身は初めはなんかそういういわゆる権威的なものに唾を吐くつもりで芝居始めたのに、いつの間にか自分たちがすがられる権威になっちゃったってことにすごいナイーブなショックを受けたらしく、うんうん、でそれで一旦やめってことにして、なんか自分は海外留学とかして、うんうん、ちょっとリフレッシュして、うん、で帰ってきたらなんかちょっと変わっちゃったんですよねいろいろ作風変わってたりとか、はいはい、あの1年いなかっただけで演劇界のモードがガラッと変わっちゃってて、うん、一気に、はい、鴻上さん自身もちょっと中心からは外れていっちゃったところがあって、うん、この川村さんにしても鴻上さんにしても80年代には天下を極めていた2人なんだけど、うん、2人が2人とも何か作家としての良心のようなナイーブな問題をお互いに抱え、その結果その劇団というものをちょっと手放した
瞬間にその演劇界の潮流っていうのは全く違う方向に流れてしまった、うん、その平田織田さんたちのような、はいはい、こんなに面白いのに、まあムーブメントはムーブメントとして、うん、それはそれとして、ただまあ川村さんは特にこう作家としてね、非常にこう質の高い作品をずっと書いてるし、うんうん、これの芝居が新しいものだった時代だから、ちょっと時代が経った90年とかにはきっとすごく古臭く見えたんだと思うんですよ、うん、逆にね、さっきのあのレプリカントのやつとかも、はいはいはい、ちょっと経つとうわ今更アンドロイドとか言われちゃう、うん、だけどやっぱり時代が経って10年20年30年経っちゃって、うん、古いことが当たり前、うん、当然もう今更新しさなんてみじんもない状態で読むと、うん、これは面白い、うんうん、やっぱりあの時代に耐えうるあの構造をちゃんと作品が持ってるから、うん、そういうなんか歴史的な意義とかを剥ぎ取っても、うん、物語として純粋に面白いんですよね、うん、これは佐藤誠さんの時もそう思いましたけどね、あの革命の思想とかを、うんうん、あの剥いだ時にちゃんと面白いものが残ってるか、うんうん、それとも革命の思想とか流行りだけだったんだなっていう、うん、今見るととても見られたもんじゃないというもの両方あるんですけど、河村さんの場合はやっぱりね、あの物語として今こそ読めますね、うん、あのもう新しさとか気にしなくなればすごく面白く読める、うん、すごく面白く、うん、面白かったよ、面白いんで声に出してその勢いをつけて読んでもらいたいとか、声にして聞きたいですよね、やっぱね、そうそう、今の時代を描くっていうことにやっぱり重きを置いてる、うん、ただその当時のね、今新宿で起こっていること、うん、日本で起こっていることっていうのを背景にすることを重きに置いてたので、うん、まあ、再演っていうのが非常に難しい本で、うん、第1巻第2巻は芦部ホールっていう当時歌舞伎町にあったライブハウスで上演、うんうん、初演はねされたようなんですけど、うん、でそのだから85年に第1巻第2巻書かれた後、うん、3巻4巻は91年なんですね、うん、これ見るとだから6年も経ってる、うんうん、でだからその第3巻第4巻書いた時に新宿のシアターアプルっていうあのコマ劇場の地下にあった巨大な劇場があったんで、そこで再演したみたいですね、うんうん、だから3巻4巻の上演に合わせて1巻2巻も再演して、うんうん、1巻2巻3巻4巻 の、 あの上演という形にしたみたいですね。だけどまあ第5巻はまだからそれから19年後に上演されたので、うんうん、ついぞねこの全5巻一挙上演というのはかなっておりませんのでね誰かやってくれないかな、ちょっとね川村先生やっていただけないかな、ねえ、なんかどっかということで、非常にクレバーなこう物語を緻密に構成していく作家としての整理と、うんうん、野獣的な、ね、野生的な身体的なセリフというのが、うんうん、がっちり噛み合ってるね、うん、あの他に類を見ない面白い本だと私は思います。もっと評価されたらいいのにな、まあ、評価され尽くしてしまったのかな、そうなのかな、一番初めに一番評価されてしまったという武器もあるのかも分かんないですね、そっか、はい、はい、そんなんでした、そんなんでした、はい、じゃあまた次回、はい、戯曲を読む、戯曲を読むということでどうもお疲れ様でした、お疲れ様でした、はい、ありがとうございました。